チャーリー・カウフマンは、アメリカ合衆国の脚本家、映画プロデューサー、映画監督、奇想天外なストーリー展開で知られる。1990年代になってから、テレビのコメディシリーズのための脚本を書くようになった。2000公開のスパイク・ジョーンズ監督作品、マルコビッチの穴で、長編映画の脚本を務める。この作品で、英国アカデミー賞脚本賞などを受賞。 アカデミー客本賞にもノミネートされ、一躍知られるようになった。2004年公開のエターナルサンシャインで、ミシェル・ゴンドリーとピエール・ビスマスと共に、アカデミー客本賞を受賞した。2008年には、脳内、ニューヨークで映画監督デビューを果たした。ニューヨーク州ニューヨークにて、ユダヤ系ドイツ人の血を引く両親のもとに生まれる。コネチカット州の高校卒業後、 ボストン大学に進学したが、ニューヨーク大学に編入し映画制作を学んだ。大学卒業後、ミネアポリスの新聞社に勤めていた。妻との間に二人の子供おり、カリフォルニア州パサディナで暮らしている。ありがとうございます。